トラちゃん with バリアフリー。皆さんこんにちは。トラちゃんこと久松虎之です。早速ですけれども、これは以前にも紹介しましたよね。点字毎日という毎日新聞社が発行しております週刊の点字新聞です。その中に読者から投稿された川柳や短歌や俳句などを週替わりで掲載しているコーナーがあります。私は毎週これを楽しみにしておるんですけれども、そこで今日は9月になってもうだいぶ秋めいてきたということもありますので、季節の移り変わりを視覚障害者の読者の方が詠んだ句をいくつかご紹介したいと思います。まず秋を感じる句をいくつかご紹介します。ベランダに出て顔中で感じ取る青空秋風の音。ベランダに出て顔中で感じ取る青空秋風の音。高知県の方の句ですけれども、この顔中でというのが本当もうこの一言が暑かった夏から秋風のを感じる、そういう季節になってきたんだなということを、私もこの句を読ませていただいて、実感しました。秋風の音というのも何か秋を感じるようなですね句である、そんな感じがしました。次の句です。植木屋の松を揃えるハサミ音、一人聞いてる秋の夕暮れ。植木屋の松を揃えるハサミ音、一人聞いてる秋の夕暮れ。奈良県の方の句です。我が家も毎年春と秋に植木の剪定を業者に頼んでしてもらっておるんですけれども、パチンパチンというハサミの音で、特に春ではなくて秋にしてもらう時の剪定の音というのは本当に季節の変わりを私も強く感じているところです。紅葉の深まる色は見えねども、澄んだ大気に行く秋を知る。紅葉の深まる色は見えねども、澄んだ大気に行く秋を知る。この句も奈良県の方の句ですけれども、コスモスもそうですよね、確かね。実際に紅葉を漢字に見にと言いますか、紅葉の季節に晴眼者の方と行かれたんでしょうかね。秋の空気までもきれいに感じるような、そんな私も漢字を持ったことがあります。それから次、虫の根の細まり冷えの忍び寄るしおりはさみて点字本とず。虫の根の細まり冷えの忍び寄るしおりはさみて点字本とず。島根県松江市の方の句です。小さくなっていくと言いますか、静かになっていくと言いますか、そういう虫の音に感じる晩秋という季節の移り変わりと同時に秋の夜長の読書という、私もよく経験あるんですけれども、秋の読書の季節とこの虫の音というのはなんかよく合うような気がしております。次にですね、これは秋ではないんですけれども、早春から初夏を感じる句をいくつかご紹介したいと思います。次の句は五感とはちょっと違うかもしれませんけれども、ご紹介したいと思います。待ちわびし春来たらんと白杖を握りしめたりいざ飛び出さん。待ちわびし春来たらんと白杖を握りしめたりいざ飛び出さん。愛媛県新居浜市の方の句です。心も体もなんかみんな弾んでいる様子がですね伝わってくるような気がしております。次です。ヘルパーと春を見つけた散歩道。ヘルパーと春を見つけた散歩道。高知県の方の句ですけれども、ヘルパーの方に春の草花を触らせてもらったんでしょうかね。あるいはその草花の匂いで春を感じられたんでしょうか。それとも散歩の途中でいろいろ小鳥の鳴き声とかそういうのを聞いて春を感じられたんでしょうか。いろいろなんか想像を、して私読ませていただきました。次に春朝き朝の散歩の遊歩道、ハーネスに知る大降る気配。春朝き朝の散歩の遊歩道、ハーネスに知る大降る気配、新潟県の方の句です。これは盲導犬を使用される方の句だろうと思います。ハーネスというのは盲導犬の胴体につけるいわゆる童話ですかねのことです。私は盲導犬を利用したことがないもんですからよくわからないんですけれども、もう犬も春を喜んで尾っぽを振っている、そういう様子がハーネスを通してこの作者の方に伝わってきたんだろうかなというふうに想像しております。次に小鳥の鳴き声を詠んだ句を2つご紹介したいと思います。うぐいすの声たどたどし朝曇り。うぐいすの声たどたどし朝曇り、愛媛県松山市の方の句です。それからもう一つ、麦畑仰げばひばり泣いている、爽やかな声じっと聞き入る。麦畑仰げばひばり泣いている、爽やかな声じっと聞き入る、愛媛県新居浜市の方の句です。うぐいすの鳴き声も綺麗ですけれども、春を告げるそのひばりのサイズにも非常に素晴らしいですよね。私もこの季節になるといつもついつい小鳥の鳴き声に聞き入っておる自分があります。それから次に、さつき晴れ若竹汁と豆ご飯、日本に暮らす幸せをハム。さつき晴れ若竹汁と豆ご飯、日本に暮らす幸せをハム。奈良県の方の句です。若竹汁というのはあれですかね、たけのこのお吸い物ですかね。これと豆ご飯というのが本当に春を楽しむメニューだというふうに私も思います。毎年季節の味に私も幸せを感じている一人だと思っています。ということで今日は点字毎日新聞の中から季節の移り変わりを詠んだ川柳や俳句などについて紹介をしてまいりました。視覚障害者の方はご自分の体験などを通して、感じていただいたり、それから視覚に障害のない方は視覚障害者の方の感じ方であるとか、それから視覚以外のいわゆる他の五感の他のですね4感を使って感じている状況や情景を、少しでも感じていただけると嬉しいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。トラちゃんでした。